ファントムシンカリオン、我々ネオ BM 団の技術の粋を集めて開発したシンカリオン、これさえあればゴゴールバカセの残したシンカリオンどもにも対抗できるということだ。いや、まだそれだけでは不十分だ、ゴゴールジュニアよ。確かに戦闘能力は高く、運転士の腕も申し分はない。だが、あのドクトルは必ず次なる手を仕掛けてくるだろう。はあ、では、君に何かいい案があるとでも言うのかね？ああ、もちろんだよ、ゴゴールジュニア。ファントムをも上回る攻撃力を持つ新たな切り札を用意してある。期待しているよ。我らネオ BM 団がこの戦いに勝利を収められるかどうかは全て君の手にかかっているのだからね。ふん。おーい大勢、こっちだこっち、早く鉄道部の活動に行こうぜ。いや、今日はいいや、リョータとアカネのお二人で行ってきてよ。んだよ、鉄道といえばお前の専門分野じゃねえか。お前が言ってくれないと、俺たち鉄道の手の字もわかんねえんだからなあ、かね。まあ無理もないよ、この間はいろいろあったからね。自分のお姉さんがシンカリオン適合者だったこと、そして自分のシンカリオンがしばらく動けなくなってしまったこと、彼の気持ちは痛いほどよくわかるよ。まあ確かにそうだな。お、ドクトルから連絡だ。リョータ君、アガネ君、街にネオ BM 団の手先のロボットが現れた。なんだって？あ、ねえドクトル、それってこの間の黒いシンカリオン？いや、別のやつだ。だがこれまでのやつらよりも強力なのは間違いない。心してかかってくれ、ヨーダ君、アカネ君。ああ、俺たちに任せときな、ドクトル。二人ともごめんね、僕は戦えないけど陰ながら応援してるよ。ああ、ありがとな大勢。大丈夫、君の分まで僕たちが全力を尽くす。それじゃ行ってくるね。あとでな大勢。うん、頑張ってきてね。あいつら好き放題やりやがって。鉄道関係のものを壊すなんて、きっと大勢が見てたら思いっきり悲しむだろうな。あいつら絶対に許さねえぞ、体勢に変わってお仕置きよ。チェンジ、シンカリオン。なんだこいつら、片方は両腕にビーム砲、もう片方は腕にドリルをつけてるじゃねえか。なるほど、僕たちが普段使っているエルダビークルの装備と同じというわけか。よし、俺たちの方が同じ武器でも何倍も格上だってこと見せつけてやろうぜ、アカネ。うん、エルダドリル、エルダトップリフタービークル合体。くらえ。この野郎、もう許さねえぞ。全傑作ドリル、受け止めやがった。いやー
許さないぞ。セブンスタロックバスター。よ、避けられた。くそ、大丈夫か、アカネ。ああ、思ったんだが、僕らの装備じゃ奴らには勝てない。どういうことだ、アカネ。ネオ BM 団の奴ら、あの2体のロボットにこれまでの僕らの戦い方をインプットしているんだ。つまり、全てを先読みして僕らの攻撃を防がれてしまうということさ。ってことは、何をやったって奴らに先読みされちまうってことか。いても立ってもいられずついてきちゃった。あ、あれはリョータとアカネが苦戦してる。ドクタル、どうしたんだ、大成君。リョータとアカネがネオ BM 団に苦戦してるみたいなんだ。よし、わかった、大成君。エルダビークルをそちらに送ろう。え、でも、リョータとアカネはすでにエルダビークルを装着しているよ。いや、違う。別のエルダビークルさ。まあ、見ればわかるよ。くそ、あいつら。僕たちにとどめの一撃を食らわせるつもりだ。くそ、これじゃ俺たち、ここでおしまいかよ。なんだ？おい、あれってまさかエルダビークルか？リョータ君、アカネ君、ドクタル、今装備しているエルダビークルからその別のエルダビークルへと交換するんだ。その新しい装備ならば必ずその2体のロボットを倒せる。マジかよ、やったぜ。よし、合体だ。新しいエルダビークル。どうやら今まで僕らが使っていたエルダビークルとは全く違う戦闘スタイルのようだな。ってことはよ、今までネオ BM 団が取ってきた俺たちの戦闘データはもう通用しねえってことじゃね。ああ、そういうこと。データを取れるものなら取ってみろ。重くて丈夫なブレードが全てをガードしてくれる。行くぜ。クソ、ブレード。やったぜ。何発撃っても同じだ。行くぞ。ドーザーハイドー。やった！二人ともすごい！これが新たなエルダビークルの力！すごかったね、リョータ、アカネ。ああ、僕たちもびっくりさ。まさかドクトルが僕らのために新たなエルダビークルを密かに開発してたなんてね。一時はどうなることかと思ったけど、これなら E5 の修理が終わるまで奴らと問題なく戦えそうだな。にゃっそうだね。大丈夫だよ、大勢。僕らは E5 が治って君が戦いに復帰できるまでいつまでも待ってるから。あ、うん、ありがとう。そういえば今日の鉄道部活動まだ何も予定を決めてなかったよね。せっかくだからこの高架線167線について研究をしようか。この路線は昭和62年、つまりバブルの真っ只中の頃に作られた路線で、当初は753系普通電車が走ってたんだ。それでそれで平成20年代にはキハ830系の快速エアボートが。はいはいはい、わかったわかった。まあでもいつもの体勢に戻ってくれて本当に良かったよ。まあそうだな。そうか、やはりドクトルは新たな戦力を用いてきたか。ご苦労だったミニワです。引き続き奴らの偵察を続けてくれ。待っていろ、シンカリオン適合者ども。準備が整い次第、この俺が直々に貴様らを潰す。
それまで首を洗って待っているがいい。最後まで見てくれてありがとう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。画面真ん中に表示されてるアイコンをタップまたはクリックするとチャンネル登録ができるよ。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。